皆さんこんにちは、競馬検証チャンネルの馬息子です。今日はズバリ前走アガリーサンハロン最速馬を買ってみたです。基本的に最後の勝負どころで足を使える馬は強いと考えています。もちろんペースが速い遅い等を本来であれば考えないとあまり意味のない考察になってしまうのですが、それでも最後の上がりが速い馬を買えばどうなるのかというのを検証したいと思っています。1頭であれば単勝、2頭以上は2頭の単勝、3頭以上の場合はワイドボックスで買っていきたいと思います。それでは早速検証をやっていきましょう。また公式 LINE では回収率 120% 超えの AI 自動購入ツールを期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。ケイシャローズに外から並んでいく13番ニシノアウェイク、4コーナーをカーブ直線へ。さあ先頭は12番のマーゴットファブ、突き放して3馬身のリード、2番手14番ジョイテソーロ、それを追って4番ペイシャローズ、さらに大外から5番のテイエンビッグサーが追い込んでくる、さらにその内からは10番のプラビータ、あと 100m、 先頭12番マーゴットファブ、これは独走態勢、2番手争い4番ペイシャローズが上がってきた、先頭マーゴットファブゴールイン、これは完勝、12番マーゴットファブ、鞍上西村敦也騎手、JRA 通算300勝達成です。リード5番のオーバーザトップが2番手、4コーナーをカーブ直線へ、それにコーナーは口から迫るゴールウェイガール、さらに外からはカレンナオートメ、内にはクォーサイト、外からは10番のリアンドミラクル、200の標識を通過して先頭3番オーサムストローク、3馬身リードを保っている、2番手には5番のオーバーザトップ、外からリアンドミラクルとカレンナオートメが連れて追い込んでくる、オーサムストロークゴールイン、2番手最後10番リアンドミラクルが上がりました。集団の後ろ外目13番アイファーエポック、内がミニョンドミエール、4コーナーから直線へ。さあ前の争いですが、今度は先頭11番アレクサ、食い下がるジャックパール、そして外から追ってくる5番のアティラ、残り200を通過、そしてその後方アイファーエポック以下。さあ先頭は11番のアレクサが抜けた、1馬身2馬身リードを取る、外から5番のアティラが差を詰めて、3番手は7番ジャックパール、11番アレクサゴールイン、2番手5番のアティラ、3番手が逃げた7番ジャックパール。100を通過、さあ先頭は4番バンドールロゼ、直線コースに入りました、2番手には7番のエスグラシア、そしてその内からは13番ハローメリール、その後は3馬身外から16番のカズオが追ってくる、200を通過して先頭4番のバンドールロゼ、3馬身突き放した、そして2番手には7番のエスグラシア、そして大外1番の競泳カンク、さらに8番レジーナローズが突っ込んでくる、競泳カンク前に並んできた、2頭が並んでゴールイン、捉えたか競泳カンク。そして11番の大気ラフター、4コーナーカーブ直線コースに向かいました、今度は13番フロムナウオン先頭、内12番のコルデアニル、この内に潜り込んで3番がアムテイル、中から1番インスタキング、外から追ってくるのは6番ホーオーサンデーと、さらには11番大気ラフター、先頭13番フロムナウオン、内を救ってこようと3番がアムテイル、1番インスタキング、まとめて外から6番ホーオーサンデーが飲み込んでいく、さらには5番アームブラッシュ、6番のホーオーサンデーゴールイン、2着争い3頭、中13番フロムナウオン、外5番アームブランシュ、内1番インスタキング、2頭3頭並んで2着争いです。
して6番のテリオスリル、インコースから下に切り替えつつ2番のスプリングノバ、その後4番ロアノクテソーロ、下から5番ステレンボッシュ動いていっています。直線コース3番ララビアルジュ先頭、リードは3馬身、追ってくるのは6番のテリオスリル、外から5番のステレンボッシュ、間を縫って2番のスプリングノバ、前4頭の争いに変わった、大きく離れた下から1番のランザロープス給水、前は2番のスプリングノバが内から2頭目、下から5番のステレンボッシュ、この2頭の争いになって並んでゴールイン、6番のテリオスリルが3番手。4番クレバーテイストのリードが1馬身から体半分に詰まって、2番手12番ウィズグレイス、マイネルモーンと接近、内に11番ウィンシュクラン、直線に向かいました。前は14番クレバーテイスト粘り込みを図りますが、同じ帽子13番マイネルモーンとが並びかけていって、この2頭の争いに変わった。3番手争いからは11番ウィンシュクラン、10番の東方ガレオンなど先頭、ここで13番のマイネルモーンと抜けた、粘る14番クレバーテイスト2番手、3番手10番の東方ガレオンが上がってくる、13番マイネルモーンと合輪、2着14番のクレバーテイスト、10番東方ガレオンが3番手。パークローで外から6番ママコチャ、2番手から4コーナー先頭にたたんとする勢いで直線に向かいました。3馬身後ろ3番手争いからはナムラクレアとメイケイエール、内から10番のマットクール、これらが追ってきますが、先頭ここで6番ママコチャに変わるか、内から13番のジャスパークローで外から追ってくるナムラクレア、間をさばいてマットクール、外から8番のメイケイエールも迫りますが、6番のママコチャ内を救って10番のマットクール、ママコチャマットクール、ママコチャマットクール、並んでゴールイン、3着1番ナムラクレア、新王者はどちらか、6番ママコチャか10番マットクールか。前を行く11番のロードオブジャチャックをリード2馬身です。2番手4番チェリーブリー、直線コースに向かいました。11番ロードオブザチェコ先頭、外から4番チェリーブリーズ、6番のキミアテル、さらに各馬が追ってきます。3番のクロデメニル、外から15番パワフルヒロコ、13番マイステージ、16番スザンエルフ、間をさばいて5番の大勢ブレイズ、大激戦、今度は中から13番のマイステージ抜けるか、外から16番のスザンエルフ詰め寄ってくる、13番のマイステージかゴリン、マイステージでしょうか、スト16番のスザンエルフ、内では5番の大勢ブレイズ。ということでタコ負けでした。こんなに負けたのは初めてかもしれません。対象馬がそもそも上位に来ないレースが多く、買い方を変えてもこれではプラスになる気があまりしませんね。もう少し上がりが大事になるコースや距離などに絞った方がいいかもしれません。とはいえこんな検証もある意味大事ですね。何かアレンジの仕方があるという場合はぜひコメント欄で教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。今後もいろんな形で検証していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。